やがましいわ。そのネタ引っ張んな、お前。早く始めろよ。で、駒形。何かな？なぜ俺がここにいるんだよ。なんで呼ばれてる？お前、生徒会役員じゃないんだよな。クラガノさんと天神平さんに、君を呼んできてって言われたからだよ。両生徒会長に呼ばれた？なんだ？これは。何が目的なんだ、あいつらは。なんだそれ。嫌な予感しかしないんだが。ぐだぐだ言ってねえで来いっての。いつまでもこんなあちいとこいたら、うちのメイク崩れまくるだろうが。メイクしなくても可愛いから大丈夫だって、ミチ。右手を駒形、左手をビッチさんにがっちりと掴まれる。ちょっとこれは、男子憧れの両手に花というやつでは、もう花も花。豪華絢爛なバラの花よ。少しだけひんやりとしていて気持ちがいい駒形の手と、思ってたよりも女性らしい柔らかなビッチさんの手。思ってたよりも余計なこと言うな、お前。それ絶対口に出すなよ。よし、それじゃ駒形が大きく手を振るのに合わせて、なぜかビッチさんも大きく手を振る。かわいい。これなんかね、仲睦まじい家族の構図だよね。お父さんお母さん空飛びたいっつって、せーのってやるやつね。二人に手をつながれている俺は前のめりに引きずられていく。ちょ、これ両手に花じゃなくて娘二人に引っ張られてるお父さんの構図だから。あ、逆にね。うわ、それいいな。娘二人に引っ張られるとか最高にお父さんしてるな。パパ、うちね、シャネルの香水が欲しい。あ、新しいバッグも。パパ活じゃねえか、それは。パパの意味違ってくるって。バーバリーはそのままなのに、シャネルは伏せるんだね。そっちのパパかよ。そんなこんなで、無理やり連れて行かれた俺だった。はいはーい。駒形ゆずきたち4名、ただいま到着しました。テンション高いな、ゆずき。お待ちしてました。なんなの？なんで呼んだ？お前。お前らか。到着した瞬間、会長二人に出迎えられる。それで、俺に何の要件だ？うむ。お前を呼んだのは他でもない。会議で意見を言ってもらうためだ。え、全然分かってないよ。去年どんな文化祭が行われてたのかも分かってない主人公に意見を求めるだと？私たちは他の学園の事情までは知らないので、転入生のあなたなら、そのあたりが詳しいんじゃないかと。ああ、なるほどね。別の学園の意見を参考にって感じなのか。そういうわけで。協力を頼む。なんだ、そういうことか。それならいいけど、俺が前にいた学園はここと違って至って普通のところだからな。あ、ここに来てね、ちょっと主人公の過去が探れるのかもしれないね。期待に添えるような意見を言えるかどうかわからんぞ。斬新な視点から新しい風を吹き込んでくれると期待している。お前話聞いてたか。ありきたりの学校だって言ってんだろ。斬新な視点なんてあるかい。あなたならきっといい案があるはずです。勝手にハードル上げられた。しかもめっちゃ高え。みんなそれだけ君のことを認めてるってことだよ。まあそうだけどさ。今回のケースで言ったら主人公自身っていうよりかは主人公の通っていた学園次第のところあるでしょ。それむずくねえか。そう言って駒形が自分のことのように嬉しそうに笑う。あー嬉しいな、そういうのは。無自覚な期待は確実に人を追い詰めるなんて思ってもいないんだろうな。ちょっと嫌ねこれは。やっぱり空調効いてる部屋は生き返るわ。でももっとガンガンに下げてもよくね。オッケー。どのくらい下げる？マックスいっとこ。マックス、マックス、下のマックスってなんだ。18度とかか。寒いな、冷蔵庫じゃねえか。さすがに最低温度までは下げすぎですよ。しばらくしていれば慣れますから我慢してください。なんでエアコンあるのに我慢しなきゃいけねえんだよ。へいへい。意外にも素直に従って、取り出した下敷きを内輪代わりにバタバタと仰ぐビッチさん。エアコンの意味ねえじゃねえか。水乗りは相変わらずジュースをごくごくと飲み続けている。お前大丈夫？糖尿病になんない？そう、水分取りすぎじゃないか、さすがに。前に駒形が天道会の生徒会室にいた時も違和感があったが、月下の生徒会室にビッチさんと水乗りっていうのも相当な違和感だな。確かにね。でもなんか建物自体の雰囲気からして逆に王国騎士みたいな感じがしてマッチしてるけどね。このアンティーク調の家具に囲まれながら下敷きを内輪代わりとジュースをラッパ飲み。そこか。そこは確かに月下会の生徒会らしくないわ。お高いフレンチレストランで牛丼が出てくるくらい違和感バリバリだ。なんか庶民とセレブみたいな格差になってないか。天道会も月下会もどっちもセレブだからな、一応。立ち話もなんですし、そろそろ座ってください。ああ、そうだな。と言っても人数が多いこともあってどこに座れば。まあ空いてる椅子でいいか。他にも空いている席があるのに
わざわざ僕の隣に座るな。うぜえなこいつ。あっちいんだからそんな暑苦しいこと言うなよ。誰の隣でもいいだろ。まあそう言うなよ。お前の隣が一番都合いいんだって。というと都合いいことあるかな。こんなガミガミうるさいやつの隣で都合いいか。なんだその持って回ったような言い回しは。だって倉賀野さんや駒形の隣だと浮かれちゃって会議の内容そっちの件になりそうなんだもん。天道界ワイ。こいつの隣ならそんなこともないから都合がいいわけだ。ああもうあれなんだね、月下会の生徒会室に入り浸りすぎて月下会の普段の生徒会の会議みたいな感じで主人公座るんだ。あ、じゃあ月下会側に座る感じ。まあ愛してるよベイベーってことだな。適当すぎんだろお前。もう後輩になればなるほどベイベーの扱いが雑になってる。まあ嬉しいことではあるけど。またそのネタを引っ張るのか。ベイベー言っただけで頬を染めないでくれる君。勘違いするだろうが。真っ赤になって思いっきりのけぞる5秒。いちいち反応が面白い。ビッチさんが俺をからかってくる理由がなんとなく分かったような気がするわ。ごめんなさい遅れちゃった。立脇くん。うん、表情変わるの早いな。なんでうだれ垂らしてんだよ。この前不完全燃焼だったしな、じゃねえんだよ。なになに、先生に会いたくて会いたくて震えてたの。ネタが古いな。西野カナの会いたくてをここで使うな。エアコンが来すぎただけじゃないですか。またまた照れちゃって。本当は会いたくて私のことを思うほどうう言ってたんじゃないの。どこの誰なんだそいつは。いや全く別に会う必要もないですし。歌だ光る。会いたくて歌ってんのは西野カナだけどね。ちょ、いきなり攻撃しないでくださいよ。だって君っては冷たすぎるんだもん。暑いんだからいいだろこんぐらいが。それはきっとエアコンのせいですね。えい、そんなことはどうでもいい。いつまで茶番に付き合わせるつもりだこのポンコツ教師が。本当だよ、本題に入れよ。いい加減。の意味で震えてきちゃったよ。やがましいわ。そのネタ引っ張んなお前。まあ早く始めろよ。そそくさと先生が自分の席へと着く。メイの席あるんだ。おめえの席ねえからって。では改めまして、本日の合同会議は文化祭についていくつかの事項をまとめることです。それで各部活の出展について事前調査をお願いしてありましたがどうでしょうか。各部活が出展するんだね。なんか面白い。それは部活ごとの特色が見れそう。うむ、すでにまとめてある。はい、これをどうぞ。カンナ先輩が持っていた紙の束をみんなに回す。こっちも資料をコピーしてあるからみんなに回しますね。駒形も紙を束ねた資料を全員に回しみんながそれに目を通す。うわー、なんかかっこいい会議やってるんだけど。合同会議はこんな感じで行われてたんだね。見たところ現状出ている案では大きな問題はなさそうですね。論外なのはあらかじめ再提出させたからな。そっちのも見ている限り特に問題がありそうなのはない。論外な出典見たいんだけど。どういうのが出てくるのか超気になるんだけど。フォローよろしく。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらフォロー、コメント、いいね、マイリスト登録よろしくお願いいたします。では次の動画でバイバーイ。